はい、ここはですねホームグラウンド1で一番景色がいいところなので、まあ、今一応秋の山を映しています。まだ紅葉にはちょっと早いですよね。だけど、まあ、秋の典型的な里山の風景、です。これはちょっと濃いですね。傘の色も濃いし竜点もはっきりしてます。縁取りも、まあ、どっちかというとはっきりしてますね。これ陽金ですね。はい、陽金の頃は縁取りすごいはっきりしてますね。これも陽金ですね。はい、はい、この倒木にもムキタケが大群生してますね。これですよ。こっから始まって、はい、これ、はい、これですね。はい、こっちの方もこう、あっちも、それからこの裏の方にも生えてます。はい、今日は9月6日です、ホームグラウンド札幌市内里山のホームグラウンド1に来ています。札幌地方はですね暑い日が続いてたんですけども、昨日から急に寒気が入って、まあ、10月下旬並みの気候ということで、まあ、急に寒くなりました。私も今日はですねもう完全に冬仕様の服装に着替えてます。まあ、寒くなったんでキノコがそろそろ出てくるのかもしれませんが、まあ、キノコの場合ですねある一定の温度に下がってスイッチが入って、まあキノコが出てくるまで数日かかるんだそうです。まあ、そういうわけでですね、まあ、今週末あたりが一番いいんじゃないかなとは思います。今日はどうでしょうか。今日もですね、ここをブラブラ歩いて美味しい野食材を探していきたいと思います。はい、キノコありましたね。これは薄平竹ですね。まあ、1本だけ出てますけども、はい、こういう感じですね。あ、こっちの方にもこの影に隠れて、ここに出てますね。まあ、薄平竹が1本だけっていうのは珍しいんですけども、まあ2本っていうのも珍しいんですけども、薄平竹、取っていきたいと思います。はい、これはですね花井口と間違いやすい道しるべなんですけども、草がなくなるとまあ間違いないですよね。ただですねそのすぐ横にちょうど手頃な札幌マイマイがいました。もうカタツムリもそろそろ出なくなるのでもう最後の方かと思います。取っていきたいと思います。はい、引っ込んじゃいましたね。はい、あそこにキノコ見えますね。はい、ぬめりすぎた毛もどきの陽金ですね。これ確か1週間前もこの同じところで撮ったんですけどまた出てますね。はい、ぬめりすぎた毛もどきですね。まあ今までぬめりすぎた毛もどき当たり前のように撮ってましたけども、まあ、ちょっと説明するとですね、この杉竹っていうのはこの傘の表面に鱗片があるので、まあ、杉竹です。でこうぬめってるのでぬめりすぎ竹で、もどきというのはですね実はぬめりすぎ竹というもう一つ別のキノコがあるんですね。その似たものだからもどきとなったんです。でぬめりすぎ竹の方はですね、もっと華奢で木なんても細くてですね、で全体がもっとぬめってるんですね。でこれはぬめってるのは傘だけで、すごく、ぬめりすぎ竹に比べると、大きくなります。
どっちも北海道に入るんですけども、圧倒的にこのモドキの方が多いですね。ここはですね、もう1ヶ月ぐらい前からずっと出て続けてるですね、おしろいしめじの大群落なんですけども、だいぶ数は少なくなりましたけども、逆にですね、一本一本が非常に大きく育ってますね。これとか、これ取らないですけども、あんまり大きいとですね、洗ってる時にボロボロ崩れちゃうので、せっかくなのでちょうどいい大きさのあの辺のやつですねとか、ここにもちょうどいいのあります。こんなのをいくつか取っていきたいと思います。もう草をちょっと分けただけでですね、キノコが割れちゃいました。これ結構美味しいんですよね。SNS 見てるとですね、これ大好物だって書いてる人もいたりしてですね、それほどまずいもんじゃないですよね。取っていきたいと思います。今おしろいしめじ取ってたとですね、こうやってひっくり返されてるのがありました。これもう腐りかけてるので数日前にひっくり返されたんだと思うんですけども、分からないから置いてったか、まずいから置いてったか、分からないからだと思いますね。まずいと知ってれば別に引っこ抜く必要ないので無視して通り過ぎると思います。ここはですね、ホームグラウンド1で一番景色がいいとこなので、今一応秋の山を映してます。まだ紅葉にはちょっと早いですよね。だけど秋の典型的な里山の風景、です。そこにですね、もうこの先の方に駐車場が見えてるんですけども、この道路沿いにですね、赤もみ茸出てました。ちょっとかなり大きくなって、この辺腐っちゃってもかもしれないですけど、若いやつもありますので、ちょっとこの若いやつは取ってきますかね。これは新鮮ですね。あとこの辺どうですかね。ちょっとで大きくなってそっくり返ってるんですけども、でもいけそうですね。あと若いのが、これはちょっと大きすぎるんですけど、ここに若いのがありますね。これとか、あとこれも若いですね。ちょっとダメですね。ここが腐っちゃってますね。これは置いてきます。これはどうですかね。これはいいですね。いいです。4本ぐらい。4本ぐらい取ってきます。今そこにアキアカネが笹の葉の上に止まっているので、これで取りたいと思います。入ってますね。ここから取るときにいつも逃がすんですよね。今回は失敗せずに、取ることができました。これはですね、3日前にムキタケが群生していた木ですね。まだちょっと残ってますし、ブナハリタケがですね、新たなものが出てきてます。これですね。この裏がですね、針のようになってます。すごくいい匂いがします。すごく香水のようないい匂いがします。
まあ、ちょっとだけ撮っていきたいと思います。まあ、ちょっとだけってちょっとしかないんですけども。まあ、こんなもんですかね。まあ、これもあるけど、これはちょっと草木立ててる。あとまあ、ムキタケが、いくつかあります。まあ、私が残してたんであるんですけども。はい。虫入ってないですね。寒いから虫いなくなったんですかね。いくつかムキタケ、取っていきたいと思います。これ虫いそうですね。はい、穴開いてますね。虫に言いましたね。はい、いくつか取っていきたいと思います。はい、ムキタケをですね、取ってたら、またカタツムリいました。ここにもいるし、こっちにもいますね。取っていきたいと思います。多分、キノコ食べに来てるんですね、これね。はい、2つゲットしました。はい、遠くに見える気がする倒木なんですけども、でもっとこの上の方をですね、見てみたら、こちらの方にもですね、たくさんありました。ムキタケが。ちょうどいい大きさのムキタケですね、これね。多分、虫入ってないんじゃないですかね。どうでしょうか。まあ、一匹ここにちょっと入ってるかもしれません。出てきたですね。でもまあ、非常に少ないですね。はい。この辺のやつも少し取っていきたいと思います。キノコ出てますね。これは多分縁取りツエタケですね。はい。柄に流点があって、まあヒダの縁取りはあんまりはっきりしないですけども、縁取りツエタケですね。この表面がこうちょっとシワクチャになったような、まあこれツエタケと同じようなツエタケもこんな感じなんですね、傘が。3本ほどあります。さらにですね、この木こっち側にも生えてますね。はい、ここですね。これは多分葉菌だと思うんですけども、まあちっちゃいのでこれは置いてきますが、これはいいんじゃないですかね。はい、流点ますます少なくなりましたけども、まあ、この傘の表面がツエタケ特有のこのシワクチャのぬめりがあるシワクチャになってます。まあ、ここにもまだありますが、これちょっともう古いのでこれ置いていきたいと思います。まあ、さっきのと合わせて、5本ぐらい取っとけば、十分だと思います。はい、ここにも縁取りツエタケ入ってますね。まあこれとかこれはちょっと古いんで、でもここにですね結構新しい、あとここにもこれ葉菌ですね。はい、これまあひだの一本一本には、ま、見えないですけど、ひだの周りはですね縁取りがありますね。あと、まあ、ここ2本も比較的新しいので、若いので、これいいと思います。はい。まあ、これ鍋に入れるとですね、とろっとしてですね、甘くて美味しいので、取っていきたいと思います。まあ、あとここに、ホコリタケありますけど、これダメですよ、もうね。これ、ほら、もう、熟しちゃってますね。はい。はい、ここにもムキタケ出てますね。まあ実はさっきのところでもだいぶ取ったし、ここに来る間もですね、しょっちゅう見つけるんですよ。でその都度取ってるので、
まあこれ以上取ってもしょうがないのでこれは置いてきます。そうじゃなくてですね、ここにあの縁取り杖だけ、非常にぬめってるいいのがありました。はい、ちょうど若くてですね、ピチピチの非常に美味しそうな感じです。ぬめっててです。ああ、これもっとありますね、もっとありますね。これもそうかもしれないですけど、ちょっといい、これそうですね、これ若いですよね。それからですね、こっちの方にもあるんですよ、これ。はい。これはちょっと濃いですね。傘の色も濃いし、流点もはっきりしてます。縁取りも、まあどっちかというとはっきりしてますね。これ陽金ですね。はい。あ、陽金の頃は縁取りすごいはっきりしてますね。これも陽金ですね。はい。はい、ここにですね、抜き先あるんですけども、これ相当大きいですよね、これ。はい。まあ、だけどこれ取っときません。あの、大きくなるとですね、抜き先あの、大味になっちゃうんですね。で、まあ、それの前にもうたくさん取ってですね、ここにもありますね。あの、もうありすぎてもですね、今日中に、あの、下処理をして、食べるところまで持っていくことは不可能なので、まあ、これちっちゃくてちょうどいいから、これ1個だけもらっていきますかね。はい。これはあの例の昆虫はいないんですけど、虫はいないんですけど、この小さなハムシ、これもそうなんですよね。これついてます。はい。でですね、この木に、それ以外にですね、いいの見つけちゃいました。これですね。はい。これ、チャナメツムタケですね。まあ、普通、あの、土から出るんですけども、まあ、こういう腐った木からも出ることはあります。ちょっと、軍手が汚れちゃうんで外しますけども。はい。これ、いい感じのチャナメですね。はい。はい。まあ、茶色くて、表面がなめてて、で、この糸くずが見えますよね。糸くずが周りについてると。まあ、それで茶なめ、つむ竹っていうわけです。で、裏はまあこんな感じのですね。あの、萌え煮竹に、系のキノコ特有です。あの、ここ結構ありますよ。ここにもあるし、ここに、まあ、2本ですね。それから、あ、こっちだ。こっちにも若いやつがあるし、あとここですね、まあ、ムキタケありますけども、ここですね、はい、やはり萌え煮タケ系が鍋に入るとですね、あの味が引き締まるので、これはありがたいですね。はい。この倒木にも、ムキタケが大群生してますね。これですよ。こっから始まって。はい。これ。これ。はい。これですね。はい。こっちの方も、こう。あっちも。それから、この裏の方にも生えてます。この辺のちっちゃいこれは結構いいですね。さっきの大きいのに比べたらこれはいいかもしれません。この辺ですね。はい。だけど、あの、残念ですけど、全部断地しておきます。あの、とても今日ですね、今日中に、下処理して、料理してですね、晩酌するっていうのは不可能なので、まあこれ全部置いていきたいと思います。はい。今の、軒竹の木なんですけども、まあ、これ以上映してもしょうがないんですけども、まあ、裏の方にもいっぱいあってですね、もうすごい量ですよ、これ。この裏にもある。で、さらにですね、
これブナハリタケですね。ブナハリタケもあります。まあちょっとだけ取ってきますか。ちっちゃいんでですね、まあこのくらい取ってきますか。はい、はい、これはですね、キノコありました。フキサクラシメキですね。まあ、サクラシメキの仲間なんですけども、食べられるんですけども、まあ、ちょっと取らないですけど、見せるために1本引き抜きます。はい、こんな感じですね。フキサクラシメキってですね、飛んで尊いサクラシメキといって、桜しめじの上行ってる名前なんですけども、まずいんですよね。食べられるんですけども、まずい、まずいの知ってるので、実は私は食べたことないんですけども、まあ、食べた人の話ではやっぱりまずいってことなので、図鑑にもまずいって書いてあるので、これは暫時していきます。はい、木桜しめじのすぐそばにですね、キノコあったんですけども、これなんですかね。なんですかね、アイシメジのようだけど、ちょっと傘の表面違いますよね。あ、ちぎれちゃった。あ、わかった。ちょっと匂い嗅いでみます。はい、そうですね。ミネシメジですね。まあ、軽毒があるということで、で、石鹸のような匂いがするんですね。まあ、まずいので、これは取ってきません。はい、これはあれですね、アイシメジですね。でも残念なことに引っこ抜かれてポイされてますね。はい、もうちょっと乾いちゃって、数日前にやられてますね。あ、もうボロボロですね。残念ですけど、これは残留せざるを得ないですね。あ、キノコありますね。これは松の苔色ヌメリガサですかね。ちょっと引っこ抜いてみます。あ、途中で消えちゃった。あ、多分そうですね。茎がもう腐っちゃってますけども、これ苔色ヌメリガサというですね、紅葉樹林帯に出るキノコが あるんですが、これは実はここ針葉樹林なんですよ。で、最近名付けられて、最近って言ってももう随分前ですけども、何年も前ですけども、松の苔色ヌメリガサという名前が付けられています。まあ、これ食べるとですね、結構甘くて美味しいんです。これもちょっと取っていきたいと思います。はい、もうそこが駐車場なんですけども、3日前にですね、この辺ですね、この辺で拾った木に薄平竹が、幼菌が出てたんで、草むらに隠したはずなんですよね。この辺ですね。あ、これですね。はい、ありました。これですね。はい。あ、立派になってますね。立派になってます。3日間でこんだけ成長したってことですね。もし3日前の様子、興味ある人はですね、この直前の動画を見ていただければと思います。みんなちっちゃかったのがもう大きくなってますね。はい、薄平竹ですね。はい、まあ、薄平竹の表面ってこう平竹に似てるんですけども、まあ、平竹をご存じない人は似てるって言われても分かんないと思うんですけども、まあ似てるんですね。こうもやもやっとした表面、いかにも美味しそうですよね。だけどこういうちょっと華奢なんですね。これが薄平竹です。あと、まあこれとかですね、この辺ですかね。まあ、この辺、あ、この辺もまだ、この辺も大丈夫ですね。まあ一応また草むらに置いておきますかね。次いつ来るかちょっと分かんないんですけど、多分1週間後ぐらいだと思います。草むらに
もう一回飛ぶときます。はい、それじゃあもうこれで、そこが駐車場なので、まあ、あとは帰るだけです。